く息を吐いた。だわ、そうだ、思い出せ。黒焦げにしてやるぜ。結局切り刻むんだけどな。どうだ、未来は見えたか。電子軍人手帳でも体験でき、暇な時にでも。風呂も温泉みたいで最高じゃん。コーヒー牛ならそんな重ね。それは何がだよ。おかなんねえ、みんな思う。あなたも気づいて。はあ、たそう、温泉宿にはお前の抱いた疑問はそれであって。え、そうだよ。何、そうなのだけど。まあそうだ、大したことじゃない。ここに来て、あれ？すっごい重要。そもそも軍の、そんなん、なんだよ。うちらの才能。なるほど。腑に落ちるな。誰も気づいてない。じゃあどうして。なんだよそのユッキーって。イスミユキなんだろ。いいじゃんユッキー、ニックネームってこと。そう、私は、な、最初に話しかけてきたのはそっちじゃね。話を戻して、お前に言われるとは思わなかった。どうして女子しかいないかって。男子宿舎と別れて、入隊日すら男子と分けら。そういや、あの米軍ではずっと昔から同じよ。今のお前、じゃあなんだって。考えられる可能性が。それだ、来いよ、確信ついて来いよ。私たち6人はアイドル的に地球を守る的な。その可能性だけはあれへんわ。うちは黙っとったら美少女やけど。顔がイケてんのはみ、まあ明日から訓練。そんな簡単。寝るのも6人でか。ふん、恋バナでもするんか。そんな思い出あったっけかな。こんな時代だものね、ずっと一人でね。お前帽子かぶっ、
いいこと思いついた。ナービ。ダメ。ちょっと存在に扱うな。それに朝目。はいはい。朝目覚めるたびに一人ずつ消えている。そんなゲーム。え、そんなゲームが。ユッキー、お前が一番うるさいからな。今のセリフ聞いて。みんな寝てるし。いろんな意味で怖い。Training bonus for release. For release. いつもお疲れ様です。20 bonus. Logging in for one day. わしは三一神の天音巫女、アマネと読み。
私は、三万、私の顔に。あたいはさ、3031A の舞台。あたしは、アメ、見ての通り。どうせ、私なんて、すぐに。私は天才科学者の山脇ボン・イバー 31C の部ロシアのモスクワ支部から花塚31E の成り上がりを目指して30G に所属している小笠原ひさめです。3分以上戦うと吐血し、はい、アイナは水原アイナってキャンサーの勢力が届かない。私、31E の大島特技ってほどじゃないけど、我は30以上だ。あたしは最高の名探偵だ。あなたは、あたしは31便。Thank you.
私は 31E の読者モデルだった私は。私は 31D の室特技ですか？僕は35E利用のものがあれば何でも。私は三世界一危険な音楽。1B、ニナ、もうどっか行くにゃ。F の松尾勝ちロルさ、どんな危ない撮影でも僕に。私は 31C の桜庭セイラ、当たるも八家、当たらぬも八家。あたいは 31 よろしくと言って。はじめまして、 31B の青いエリカです。
私はインドのニューデリー支部から派遣されてきた三一禅という書物は数私は三一 E の大島いすず。どうだい？いろんな夏目祈りだ。んだよ、31B のミナス。あん。Thank you.
すげえな、あたし。まだ強くなれってかよ。すげえな、あたし。まだまだ可能性を感じる。まだまだ可能性を感じる。まだまだ楽しみは続くようだな。何かが開かれた。まだまだ楽しめそうだ。この感覚は何？さらに行くとするか。これは強行？良きもの。己と向き合い続けた結果です。またたくさん食べられちゃうよ。またお母さんって呼ばれ、またお母さんって呼ばれそうですね。出世王みたいに怪名がいるさ。アイナも進化し続けるのさ。さらなる可能性を感じ、まだまだ上を狙います。まだまだ上を狙い、まだまだ上を狙います。ゴールはもっと先だ。もっと激しい現場に行ける。推理の果てはありません。
day one. World Mansion and Broken Clock. なんやラッパで起こされ起床時間です。0605までに廊下に。おい、かやもりを。ゆすっても。おっぱいもんでも。なんでちょっとせっか。朝から。奇跡だ！褒めたたえよう！おいおい、こいつのせいで遅刻して。そうね。おい、泉。親友なんかじゃねえし。でもまあ、これぐらい。目覚めたな。何だったの？耳かー！こいつの好きな音楽流してハイにしてやっただけだ。まさか。まあ、ゆず、え、何か。とりあえずお前それより天子だ、行くぞ。は？嘘！初めて隊長っぽい子。お前らどんだけびっ。変更を開始。1、2、3、4、5、6。問題ありません。わっかりやした、わっかりやした。はい、よろしいです。軍隊は大きい部隊になる、いない人をいると勘違いしたまま戦闘に。ですので常に今な。お怠りてー。今、いや、なんもあれ。では実質の清掃を0630までにカフェテリアに。清掃ってなんだよ。シュート目か。ルンバ的な機械が。残念ながら間に合う。本気で。じゃあ、あのセラフって。一掃はされるが。変だよ。耳かー。いつまで耳。はあ、掃除はこれくらいでいいだろう。ね、次はどこだっけ。なんか眠そう。先にメイン。今日の予定は聞いているか。なんだい、また厄介事なのかい。だか。カフェテリアはここからが。
遅かったわ。行くぞ。そんなにくさっさとカフェ。これが自販機。初めて見る。これは燃える。アイスまで売ってる。なんそれ。気になるけど、ご飯のチョコレート。おお、あんな遠くまで。この基地以外、先日の戦闘でいましたよ。先つカフェテリア。朝食はバイ、朝からデザ、甘いものを食べ、みかんあるじゃん。そんな、だったらなんだよ。まず答える。蜂蜜たっぷりのせんべい。蜂蜜たっぷりのせ、食い合わせ悪すぎ。きっと美味しいよ。一人でチャンネル、自分ら意味が、二人だ、仲がいいのね。ちっけーよ。いただきます。司令官から集合命令が届いています。おい、ちょ、私ですか。お前以外に誰がいる。これからもちょいちょい。士官の七瀬七海とも、いい名前持ってんじゃないか。これからは七海。はあ、行ってよし。はい。な、こいつに聞いたらええんちゃうか。そうね。そうか。なあ、聞きたい。はい。どうしてここには男がいないんだ。本当の声を聞かせておくれよ。なんでちょっと歌詞みたいなんだよ。基地ごとに男女が分かれているからです。なんや、しょうもな。分かれとる。ほっとしましたね。ということは、この軍、相当大きいということに。想像ぐらい。では失礼します。ピスピス。 Hello。 ごちそうさまでしたと。さて、次は。こっち。おい、か、え、一服してこ。なんだよお前、喫煙者。え、シガレット。ただの食後。チェレッスン。さて、泉さん、さ、行こ。ヘリなぁ、いつになったらさ。おい、学者は入ろうぜ。ん、右か。昨日は疲れました。あっちに怖そうな先輩がいます。ほんとだ、この基地謎だらけね。あー、歩くのだるいわ。クラスって授業でも受けさせられるのか。どんな授業なのかワクワクです。先に入れよ、部隊長だろ。揃ったようね。まずはあなたたちが立ち向かう。手短に頼む。なぜ。しょんべんちびりそう。先に言っておく。では要点だけ説明します。そんな要求が。キャンサーは非常に高い再生力を持っている。我々が感知できない高次元からエネルギーの供給を行っている。知能は地球上でいうところの下等生。ただ繰り出される攻撃に関してその時役立つのがセラフの防、レフレクタはキャンサーの。ただ
デフレクタは一定量のダメージを受けると消失。そんな…そん時は…ランニングトゥホライ…どういう状態だよ。し…いや、地平線に向く…なので、デフレクタが消失し…また、セラフの召喚によって身体能力は飛躍的に向上するわ。でもメリットばかりではないわ。セラフを使い続けてそのまま戦い続けると死にます。一晩寝れば回復するので、鼻血が出たら安全圏まで即時撤退しなさい。そしてあなたたちが守るべき人類について、各地にドームと呼ばれる拠点を作り、キャンサーから各キャンサーはその外核から発せられるはずだから、キャンサーの外核を利用した防…ただセラフ部隊が出動してドームを守ることも大したらしい。ドームの人なんで交流しちゃった。まずセラフは聞き、説明は以上よ。まったく。でしょうね。次に、通信電子軍人手帳はもう知って。ああ、電気…そう、あなたたちが作戦…リンネ。正解。使い方は簡…そんなもんな。怖えからやめ。要は SNS だろ。作戦行動中の指示は、で、ただし基地内は一部のキャンサーが暴…あと、たとえ基地内であっても通信に使うエネルギーはとても貴重よ。はい、強制ロード…そうだ、反対。使用で使いまくらなければ大丈夫。実際の利用方法の説明…はい、皆さん…以上で説明を終わります。続いて、最初の1週間はエミ、2週目は実際にキャンサーとの戦闘を経験してもらい、もしかして、ええ、ずっと適当に頑張ってもらわない。ついに本気を出す。うちもや。さらにもう一つ、茅森部隊長、あなたにはプロフ、あなたたち31への部隊レベルを強、他の部隊の隊員に支援を要請。お互いの戦闘技術よって、この、すごい。茅森さん、あなたが高 31A 部隊長、つまり、そういえば言い方が、逆にあなたたちも、そんな、働いたら負けだと思っていたの。2位とか、元艦長、この制度があることは、本日午後は戦闘訓練となるから。よし、まずトイレに行けよ。引っ込んだ。引っ込むか。お待ちかねの。早森さん、ご飯行きま。ああ、いいぜ。おたまさんは迷ってます。一緒のにして仲を深めたいから待ってる。